背景いつかの僕へという曲を歌います。本当に今日はありがとうございました。そのまま手拍子かな、このリズムでいけるか、いけるの、ありがとうございます。最後も力を振り絞ってよろしくお願いします。背景いつかの僕へ、元気でやってますか。僕は良くも悪くも変わらずに生きてます。うん、そや今日の満員列車、ひしめく無数のドラマ、その重圧になぜか泣けてきたんだ。あれなんだろう、努力してると癒してるし、飯を食う分には困らないし、でもまだなんか足りないような気がしてるんだよ。絶対そうだろう、ああ誰かのため、自分のため、答えはわかんねえ、でもその手伸ばせ、声を枯らせ、今を生きようぜ。さあいざとなれば、スーツを脱げ、泥にまみれて、自分のやり方で見せてやるぜって歌ってるんだよ。1曲目は休憩したけど、この曲はそのまま行こうか。よろしくお願いします。昨日見つけた正解、よく考えりゃ間違い、決して書いてを繰り返すように生きてます。うん、そや今日の最終列車、寝過ごし見た夢の中、あの日の少年が僕に言った言葉、あれなんだっけ、恥じて生きるほどバカじゃないし、とはいえ誇るにはまだ早いし、まだまだなんか足りないような気がしてるんだよ。絶対そうだろう、やっとわかったよ、ああ誰かのため、自分のため、たとえエゴだって、ほら愛を叫べ、夢を歌え、いつか叶うように、どうせ転ぶなら派手に転べ、泥にまみれて、変わらない僕を、変われない僕を、笑ってくれよ。改めて本日のサポート以外、池田拓真君に大きな拍手、ありがとう。ああ誰かのため、自分のため、答えはわかんねえ、でもその手伸ばせ、声を枯らせ、今を生きようぜ。さあいざとなれば、スーツを脱げ、泥にまみれて、自分のやり方で見せてやるぜって歌ってるんだよ。青き日々の遠き君へ歌ってるんだよ。ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。菅原も草野さんもありがとうございました。ありがとうございました。